おはよう。月曜日。また、1週間が始まりますね。早いな。月曜日は憂鬱ですが、一緒に頑張ろうね。本当に月曜かな？え、どういうこと？ 月曜だよね。 おもろい。 もしかして金曜日とか？ そうだったらいいけど、確実に月曜日ですね。 今日寒くなかった？朝起きて。あんま寒いって感じにかった。昨日めっちゃ寒かった気がする。今日も5時起きです。今日も5時に起きて練習してました。ありがとう、ギフト。えらい？嬉しい。嬉しいよ。超かわいい。本当？今日目が腫れてるんだけど。 なんで？昨日泣いてないけどな。なんかさ、土曜日にさ、スタジオがあったじゃないですか。その後からさ、もう首が痛くて痛くて。 そう、もう痛くて、首の後ろがすごいね、痛いね、筋肉痛、筋肉痛なんかな、これ。分からん。そう、昨日と今日。そう、今日もね、まだ治ってない。首ちゃん。このストレッチですら痛い。遅くなったけど受験お疲れ様、しっかり休み、ありがとう。でも残念ながら休むことはできず。 休むことはできません。いやー、受験が終わってもいっぱいあります。そして今週はなんと、3月8日に合格、そのね、合格発表があるので、ちょっともうドキンちゃんですね。今日はほなしかありがとさん、今日。 昨日か。 深夜にお話し会。 ありがとう、昨日はお話し会来てくださった方々。首痛そうに見える？痛そうに見えるって面白いね。え、リオの顔から首痛そうって見える？
不思議だね。そう、さすがスタジオダンスということで。多分野蛮な求愛な気がするこの首は。あ、でもウザもあるかも。ウザ、ウザもありそう。ファンレターまた送るね。送って、嬉しい。もうファンレターはもう何通でも送ってください。本当にもう本当にリオの力になるので、もうリオツン好きってただ書いてるだけのね、一文だけ書いてるだけの送ってもらっても、もう全然全然すっごく嬉しいので。あ、ほら、ありがとう。そう、ドキンちゃんです。今週は3月8日は金曜日か。うん、みちもまえはも首たいてした。お、嬉しい、お揃いえ、まえはさんがさ X にさ、なんか体がバキバキでスタジオしたって感じみたいなの書いてたよね。リオも共感しました。クシュン、クシュン。またすぐに送りますね。ありがとう。だらしない仕方はもう踊った？だらしない仕方はね、あのリオは出てないんですよ。そう、あの前田のみちさん生誕祭は、あのスタジオメンバー全員が出たから、全曲で出れるわけじゃなくて、みんながね交代交代に出るので、だらしない仕方はリオは出てないですね。メーナが分かったよ。お花畑のお知らせ、お花畑するよって言ってる。始まりましたちょっと音がね、ちょっと音がちょっと音が聞こえるね面白いね。ちょ、リオの方に向けてしたんだけど、やめて12日の僕隊、東京からうちはペンライト持ってく？え、嬉しい、ありがとう、嬉しい。ファンレターまた送ろうと思う。え、送ってほしい。スタジオ公演のたびにバキバキ？え、確かにバキバキかも。でもこの間は特にバキバキになった。この間のミシさん生誕祭はいつも以上にこうハードな瀬取りだったのでバキバキでした。バキバキだよ。あ、ほら、ありがとう。リオちゃんの夢15回目見た。15回目、すごい。え、つかさ、リオさ、たまにさファンの人がさ夢に出てくるんですよ。ちょっと、おもろいんだけど、そのファンの人が、いや、いろんな人が出てきて、そ
そう、ファンの人がたまに出てくるんですけど、おもろい。そう、バキツ。え、出てくるよ。待って、ちょっと匂いが。ちょっとメーナさん、匂いがちょっとしますね。うざうざうざ。いや、うざのさ、最後らへんあるじゃん。みんなで。うざ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 。あれが好き。嬉しいやら恥ずかしいやら、あ、恥ずかしいの？恥ずかしいもあるの？ファンレター名前塗りつぶされてても誰のか分かるの？名前塗りつぶされる？え？塗りつぶされてないよ。え？ちゃんと書いてある。ちゃんと書いてある。あ、でも、あの、封筒とかには本名が載ってるけど、その、本文、あ、違う違う違う。本名が載ってるけど、あの、本文？本文の中に、こう、ニックネームより、みたいな感じで、〇〇よりって書いてる人は、書いてる人がほとんどだから、あ、この人なんだなーってわかる。あ、住所は隠されとるかもしれん。うん。隠してある。だってさ、住所はさ、書いてあったらさ、もしかしたらリオが行くかもしれん。いや、行かないですけど。怖すぎん。急にさ、ピンポーンって来てさ、あ、誰だろうと思ってさ、開けたらさ、おはめラリオですって。急にリオツンが来るかもしれん。もう浮気してたらさ、みんなが DD で。ピンポンピンポンピンポン。どういうこと？どういうこと？リアだけ見なさい。うざ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 。あ、あと1分で断順見ます。ごめんね、今日も短い配信になりましたが、練習を今日も5時からしていたのでお分かりください。お分かりください。今日もさ、夜遅くまでやるんですよ、いろいろと。その後学校行って、その後仕事があって夜まで。頑張ります。なので今日は夜配信はできません。イエー。そうでね、あの、なんと中学校の卒業式も近いということで、そう、もう少しであるんですよ、中学校の卒業式が。でさ、なんかさ、壇上に上がってさ、こうやってみたいな、あの、卒業証書の授与一人ずつ、全校生徒の前で、一人ずつ、こうやって、岡村リオ、はいって言って、もらうんですよ。だから、それもね、ちょっと、それもあったり、いろいろあり。昨日何時に寝た？ 1 時。4時間睡眠。もうなんか最近寝不足すぎて、毎日が逆になんかさ、覚醒してる。
クマがやばすぎる。見て、クマ。クマがやば。あ、やばい、56分。56分じゃん。あ、ありがとう。受け取って踊る、やばくない？全校生徒の前で踊るの？本当にやばい、それは。そんな勇気はリオにはないかもしれない。だってもう、全校生徒の前で卒業証書を取りに行くことさえも緊張するのに。誕生日ます。13位、ホリちゃんさん、ありがとうございます。12位、ドーグラスさん、ありがとうございます。11位、ビリさん、ありがとうございます。10位、アヤさん、ありがとうございます。9位、シャガラピーさん、ありがとうございます。8位、鈴鹿さん、ありがとうございます。7位、スパイクさん、ありがとうございます。5位、あ、6位、ラクラクさん、ありがとうございます。4位、マユカミオステープさん、ありがとうございます。4位、沢本龍二さん、ありがとうございます。3位、ワライオンさん、ありがとうございます。2位、吉川くんさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 パン、カープザケイチくんさん、ありがとう。ありがとうございます。メーナが見てきてた、こんにちは。かわいい、見てるん、見てるん、かわいいね。やばい、3月、やば、3月じゃん。早すぎ。カープザキイチくんさん、ありがとうございます。無理しないで頑張ってつん、ありがとう。ありがとうございます。それでは皆様、今日は月曜日ということで、気分も憂鬱だとは思いますが、リオが応援しているので、ファイツンです。そんなね、頑張らなくていいですよ皆さん。もうほどほどに、ほどほどに楽しみながら生きていきましょう。人生一度きりということなので、ほどほどに楽しみましょう。あ、ほどほどに楽しむんじゃない、ほどほどに頑張って楽しみましょう。それではバイツン。明日は、明日夜かな、今のところ夜配信だと思います。それではバイツン、行ってきます。行ってらっしゃい、おやすみ。おはよう。まいつー。